曜劇団の西川さやかです。3月の17日土曜日、1日限りの無料公演を行いまして、これがステージタイガーさんのアイコンタクトという作品です。どんなお話かと言いますと、まあ、ホームページとかツイッターに書いてあるので読んでください。なんだっけな、ゲートキーパーっていう、その自殺予防をする人ですか、できる人のお題を出された虎本さんがこのお話を書いてくれましたね。無料ですが本公演と同じぐらい頑張っているので見に来てください。はい、以上です。